本日の中央幹事会についてご報告をいたします。統一外選挙につきまして、1・3名を公認をいたしました。一般市長選挙の態度決定、お手元にございます。北海道紋別市自主投票、千葉県旭市、米本さん新人県本部推薦、東京都国分寺市、伊沢さん現職と本部推薦、愛知県西尾市自主投票でございます。 えー、国対委員長から国会の状況についてご報告がありました来週国会の会期末を迎えます残された法案、確法および議法についてですね成立を期していきたいという話がございました確法の中で重要土地法案については今日参議院の方の委員会で10時間 の審議が行われる見通しでございまして、えー、来週火曜日には成立を目指していきたいとこういう話がございました、えー、技法についても <coughs> いくつかございますが特にあの、えー、郵便投票に係る法案につきましては、えー、今日の衆議院側の本会議でですね、えー、可決をして参議院の方に送り会期内で成立を 目指していきたいと、こういう話がございました。竹内政調会長から、骨太の方針についての議論が始まっておりますが、き今,今日の政調の会議で、この骨太の方針についての議論、また公明党の意見をしっかり申していきたいと、こういう話がございました。石井幹事長の方からは、一つは、国会、衆議院、参議院ですね。 職域接種、ワクチンの職域接種をです、ね、行うべく検討をしていきたいというお話がございました、もちろんこれ、職員の皆さん、国会の職員の皆さんだけでも、集術を合わせると3000名以上いらっしゃるようでございます、あの通行証をお持ちの皆様にもです、ね、接種が受け入れるようにです、ね、検討していきたいというような趣旨の話もございました。 都議選が迫っております都議選の必勝に向けてですねしっかり党を挙げて取り組んでいこうとまあこういう話がございました以上でございます 中央幹事会ではその話はございません、あの今日午後に自民党本部に参りまして、えー、公明党の9人のです、ね、小選挙候補者についてです、ね、今おっしゃったように、推、え、薦、ー、の内定を頂戴をいたします、あの菅総裁の方からです、ねえー、頂戴をするというふうに聞いております。 あのこれまでの衆院選というのは、ですね前回も前々回もですね、えー、突然解散だったんですね、ですからもう解散から投票日まで1か月程度しかないと、まあ、こういう中での選挙戦でございました、ですから当然、その後にですね自項、えー、のそれぞれの相互推薦を行うと。 いうことであったわけですが、まあ、今回はまあ,あの前回前回と違いまして、少し時間があのございます。まあ、そういう意味でしっかりあの準備体制をとっていくためにもですね。あの我が党の方からあの内定推薦の内定をね。お願いをしたいということを要請をしておって、今日まあそういう内定を頂戴するということでございます。 あの北川副代表はご自身もその小選挙区の候補でいらっしゃると,う思,うになると思うんですけれども、そのお立場から、そういったその自民党側からの推薦がです、ね、地元でのこう自公の選挙協力において、どういう重要性があるのか、どう生かしたいと考えてらっしゃるのかううま、まあ衆議院選挙はですね政権選択の選挙ですよね。えー、そういうい意味で、えー 自公か、もしくは野党か、ってこういう政権選択の選挙が衆議院選挙だと思います、そういう意味で、あの自民党支持者の方々に、ですね皆様に有権者の方々にですね、しっかりあの、えー、訴えていく、また支援のお願いをしていくという意味では、ですねそのような推薦の内定を頂戴できるということは大変ありがたいというふうに思っております。あの 直ちに自民党の方の推薦内定が出たからといってね、あのすぐにそういう支持が広がるわけだとは思っておりません。やはりただそのきっかけとしてですね、非常にあの大事だなというふうに思っております。 まああのまだ正式にねあの野党の皆さん午後ですか党首会談が行われるのはそこであの決められていくんでしょうからそれを受けて正式の申し入れがねあの与党側にあるんでしょうまあそれを受けてねよく検討をしていただきたいと思いますあの私個人の見解といたしましては会期の延長はですねえまあ十六日までに来週の十六日までにあのほぼね 予定された法案については、ね、処理できるというふうに考えておりますしあの今はともかく政府を挙げてコロナ対策に、ね、しっかり取り組んでもらうことがもう何よりも最優先でございますのであのとりあえずこの会期末で、ね、国会を閉じるということでいいんではないのかなというふうに思っております。 昨日、う、文通は今後に成立した困難であるという説明をお話ししたんですけれども、こ,この対応について、今日の中央幹事会のかどうかです、えー、中央幹事会では議論はなかったですが、その前の条約では、ですね、その議論はございました。きのう、まあ、もね、代表も政調会長も答えてあられるとおりでございます。 あの今有権者の皆様の政治と金に対するですねえ問題については厳しい目があると我々は思っております。そういう中でいくつかのねえ事件があったわけでございますからそれを受けてえ政治の側がどうけじめをつけていくのかということがまさしく問われているわけでございまして。 1あの一つの、あくまで1つですけど、1つのけじめとしてね、歳費の問題について、我が党は、えー、提案を、具体的な提案を自民党にも、また野党の皆様にもさせていただいたということです。あの自民党としてこの国会で、えーまあ、結論出せないというお話だったとしたら、これは非常にね、残念だと思います。 あのぜひ自民党としてね、えー、これはどうこの歳費の問題について、やはり有権者の皆様、厳しく見てらっしゃるわけでございますので、どう考えているのかということは、あの単に公明党の案についてね、えー、まだあ結論が出せないというだけではなくて、自民党としてどう考えていくのかと。 いうことはこれけじめとしてやっぱりなしっかりとあの考え方を出してもらわないといけないと思いますぜひ出してもらいたいあの公明党案でダメだと言うんであればこういう案でいこうという形でのね具体的な案を出してもらいたいというふうに思っておりますあの我が党としては、えー、先日お話ししたですね、えー、公明党案についてはですねぜひあのお 今概要を示したんですけども、あの法案要項についても、ね、しっかり作っていこうということを、今日の条約では議論をしておりました。 えー、まあ、仮にですよ、まだ分かりませんけど、仮に不信任案が出せるとするならばねあの、そういう不信任にあたる理由はないというふうに考えますので、これは当然のことながら、粛々と否決をしていくということになるかと思います。それであの、まあ、衆議院の解散の話が出ましたけども、まあ、これはもう、あくまで総理がご判断をされることでございます。 あの総理の判断にどうあれ、ですね我々はその判断に従ってねえいきたいと思っております。 これもあくまで総理のご判断ですからね、あのこの前段の、ね、コロナ対策が最優先というのは全くその通りだと思います。あの特に今、ワクチン接種をです、ね、加速化して取り組みが進んでおります、これをやはり軌道に乗せていくというのは、あの今の政府・与党のです、ね、最優先の課題である。 してコロナの感染拡大を、ね、抑制をしていくということが最大の課題だと思うんですね。そういう意味で、えーまあ、今おっしゃってるようなお話というのは、まあ、総理がどう判断されるのかおそらく昨日の党首討論私も聞いてましたけども、まあ、総理としてはともかく それを最優先にしてやっていきたいということを常に強調されていたというふうに思っております。 ですね、あのこの問題については、あの西田、参議院の西田さんがねあの、直接担当してあのやっていただいております、またあの政治改革本部の井上さんの方でやっていただいているわけでございまして、あのいずれにしてもそういう公明党の意向についてはです、ね、しっかりお伝えをしたいと、また現に今、こういう形でお話をさせていただいておりますので。あのあ 公明党案について、ダメならダメで、じゃあどうしていくんですかということについて問われていると思います。自民党は、そこはしっかりとね、あの自民党としての考え方をね、提示をしてもらいたいなっていうふうに期待をしております。 まあ本当はできればね、この国会で、各政党間の合意も得て、成立をさせていくというのがベストであることは間違いありません。ただ、現実問題として、もう1週間しかない中でですね、なかなかそれが容易じゃないというのもその通りでしょう。であるならばですね、少なくともね、自公で、 こういうういい案でいくっていうふうにですねあの合意ができればいいなって思ってるんですけどねあの衆院選になっても見えてるわけですからいつあるかは別としてそういう中でしっかりあのこの政治とカネの問題について少なくとも歳費の問題についてはこういうふうに考えていきますということをねまあぱ自の間で合意をしていくということは重要だと思っております。 まあ階級中にできればいいんですけども仮にそこで無理であるならばその後でもね、えー、ごただまあ済みできるだけ早くやるべきでしょうね。